おはようございます。今日も、白丸ダム共同探検にやってきました。こっちがダムで、上流 でこっちが下流になってます。でこっちが多摩川が多摩川をこう登って魚が登ってきます。登ってきて、あっ、これから先はダムで行けないって思った時に、魚はどうしようどうしようって考えた末に、あ、こっからここに流れがあるから、ここを遡ればいいんだと思ってこう登ってきます。えっちらおっちらえっちらおっちら登ってって、あー、でも急流なんでちょっと疲れると、こういう堰の中で休めるんですね。こういう風に無数にこう堰がありますから、そこで休める。でこうジグザグに登ってって、だん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 高度を稼いでいきます。そして、あ、トンネルだ、トンネルの中を、トンネルの中をずっと登ってって、そしてこの地下の中を、ここはね、縦穴になってて、この螺旋階段で降りられるようになってるんですね。で私たちはここまで降りて、で魚がこう魚道の中を通る様子を見学できるわけですね。そしてこう魚はなおも遡っていって、そして、こっからこの出口からダムに出てこれるという、そういう風になってます。入場無料になってます。誰でも見れます。さあ、ではこの階段を降りて魚道の底まで行ってみましょう。中はとっても涼しいです。コンクリートの表面には結露して水が流れてます。何かこうもやがかかった感じですね。湯気が多くて、こっちが下流側です。わー、すごいですね。ここから魚道の外が見えます。外からここを入って、このトンネルを魚が遡っているんです。おー、冷たい、とっても水が冷たいです。ここは、魚道の中心部に設けられた、人工の淵でしょうか。いいですね。うん、魚の姿はちょっと見えませんね。ここの小窓から魚の様子が見えるのかな。あ、暗くて何にも見えませんね。少し中の石、魚道の中を歩っていくと、出口の矢印が見えてきました。この階段を登ると外に出られます。なんかちょっと上がっただけで気温があったかくなるのが感じられます。急に暑くなってきたぞ。どうも、よし、ここから外に出るのかな。だな、外です。ここが魚道の出口で、なんかこうゴミが上流から流れてきた流木とか、なんかサンダルとかが溜まっております。誰のサンダルかな。いきなりメガネが曇りました。
良い子の皆さん、どうですか？今日の魚道探検、楽しんでもらえたでしょうか？でもね、この動画面白いからといって授業中に見たら先生に怒られちゃうよ。